こんにちは。毎晩行ってます YouTube ライブは OBS スタジオを使ってやっていくんですけれど、そのね、 OBS スタジオが10月からねバージョンアップして、なんと OBS スタジオだけで YouTube ライブができるようになりました。今回はそのお話をしたいと思います。はい、これが OBS スタジオの画面です。まず設定をします。このファイルをクリックして設定をクリックするか、または画面右下のこの設定をクリックします。はい、設定のボックスが表示されますんで、左側配信をクリックします。はい、サービス、これ YouTube です。YouTube になってない場合には右側のボタンをクリックして YouTube 選びます。はい、でこれまではねストリームキーしかなかったんですけど、新しくアカウント接続があります。ここをクリックします。はい、そうしますとブラウザーが開くんで、連携するアカウントを選びます。クリックします。はい、で許可をクリックします。はい、成功しました。でこれ閉じておきましょう。はい、でこれでね適用を先にクリックしてから OK を押します。そうしますとね、ライブ配信用のチャットのボックスが開きます。これ自由に移動することができるんですけど、固定する場所ね、これ上しかないんですね。ドラッグしたまんまこの、画面の上に持っていって指を離すと、はい、そこに、チャットの画面が、固定されます。はい、そしてライブ配信なんですけれど、右下のボタン配信の管理クリックします。はい、新しいボックスが開きましたんで、ここでタイトル自分の配信テストと入れましょう。で説明も何か、適当に配信テストですと入れましょうか。でチャットをね確認したいんで、とりあえず公開にします。カテゴリーはゲームではなくブログにしましょう。で、ここはね、いいえ、子供向けではありません。クリックします。で、サムネイル画像も選択できます。すごいですね。自分のコンピューターに入っている写真とか、作ったサムネイル画像をね、開くで挿入できます。あと、詳細設定、遅延設定、ここでね、超低遅延を選択できます。はい、そしてね、もう今すぐ配信したい時にはもうここをね、クリックします。今回これも今すぐ配信やってみましょうか。はい、クリックします。新しい配信作成してます、しばらくお待ちくださいって言ってましたね。様子を見ましょうか。はい、これで、できましたね。ここの CPU のところ右側のグリーンのボタンが、ついてますんで、これでライブ配信 OK でございます。はい、でこれでね、ライブ画面を見ると、こんな感じで画像が、映像が表示されます。このチャットは、視聴者の皆さんから、チャットが来ると表示されるんですけれど、自分が、何かチャットしたい時にはチャットを入力できないんですよね。ですんでこれ OBS スタジオだけじゃなく、普通の YouTube の、ライブダッシュボード、これも開いておかないと、ちょっとね、チャットがね、若干ね、反応が遅いんですよね。うん、反応が遅いんで、で、画面の大きいパソコンをお持ちの方はね、画面半分半分にして、こういった状況で、表示しておいた方がいいと思います。チャットの反応、ちょっと遅れます。多分、短い文章なんかは問題ないと思うし、ですけど、相手のインターネットの速度によって、チャットを表示する、いや今ほら僕の場合パッパッパッと表示されましたけれど、視聴者側の方のインターネットの環境とかによって結構ねチャットの反応が遅いっていう時もありますんで、できればね OBS スタジオと、YouTube のライブダッシュボードをね、同時に開いておくと良いかと思います。まあ、画面が小さい時にはね、まあ、縮小化、これ最大化して、縮小化しておくっていうことも隠すこともできるかと思います。はい、これいいですね。でこれでライブ配信を終了するときにはこの配信終了をクリックします。はい、はいを押します。これでライブ配信を終了することができます。はい、今来たらくるくるくる止まりましたよね。
止まったんですけど、これずっと止まってる状況になっていて、YouTube のライブダッシュボードではまだ配信が終わっていないっていうボタンになってるんですよね。ですね、完璧に終了するときには YouTube の YouTube スタジオのライブダッシュボードのライブ配信を終了、ここをクリックします。はい、そしてこれで完璧に YouTube ライブを終えることができます。はい、こんな感じで終了しましたよね。で、閉じるボタンを押します。はい、これで、OK で、ございます。ですんでね、はい、この、OBS スタジオが、これまでよりも使いやすくなった、まあ、上の方にコメントチャットが表示されるっていうこともね、変わってきましたんで、まあ、これはね非常に、使いやすい、便利な OBS スタジオに、なっていったのではないかなというふうに思います。はい、ですんでね、OBS スタジオを、ね、使っている皆さん、10月からね、新しいバージョンではこのようにしてライブ配信が簡単にできますんで、試してみてください。はい、今回この件で失礼します。